パート。あなたの体は宇宙の体の一部、パートだ。だから、あなたの体には宇宙の中で物質存在としての役割、パートがある。あなたの心は宇宙の心の一部、パートだ。だから、あなたの心には宇宙の心の働きを担う任務、パートがある。私たちのこの体は全宇宙の一部であり、また心も全宇宙心の一部なわけですから、実に素晴らしいものなのですね。素晴らしいからこそ、素晴らしい心身活動をすべきでしょう。自然界をよくよく観察してみれば、どんな動物も鳥も虫も微生物も植物も素晴らしい働きをしているのですね。人間がそれらの働きを自分たちの都合のいいように判断して、自然界、動物、植物、鉱物などを人間のために勝手に利用して、神の体である自然界を破壊、汚染してきていますが、結局はそれは人類へのしっぺ返しとなって帰ってきて、人類自身が苦しむことになってきてしまっています。ですから、この私の体は、私の心は、どのような働きをすればよいのか、ということを、私たちは、ヨーガなどの修行を通して、よくよく自覚しなければいけないのですね。それぞれが、それぞれに宇宙の体の、宇宙の心の一部なわけですから、そこに優劣はありません。ただ、それ自体として、その活動を通して、この大宇宙に、小さいながらも存在価値を持っているわけです。分別してみれば小さいのですが、自分の体も心も宇宙そのものと一体ですから、素晴らしい働きをしてこそこの世に生まれ、そして生存している理由も価値も意義もそこにあるのですね。